今年最後の3連休 J リーグディビジョン2はいよいよ昇格争いに絡んでまいりました。この時間は第41節大宮アルディージャと大分トリニータの一戦をお届けしてまいります。今節はアルディージャのホームゲームです。埼玉県営大宮公園サッカー場からお届けをしてまいります。この試合の解説はおなじみ野口浩二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして実況は田中雄坊でお伝えをしてまいります。さあ今シーズンここまでの両チームの成績を振り返っておきたいと思うんですが、ホームアルディージャは現在勝ち点57の5位、そして大分トリニータ勝ち点85、現在首位を走っておりますが、今日トリニータが勝ちますと他チームの成績に関係なく来シーズン J1 への昇格が決定いたします。そして今日トリニータが引き分けますとアルビレックス新潟、セレッソ大阪が引き分けか負けでやはりトリニータは昇格が決定いたします。そして今日トリニータが負けますとアルビレックス、そしてセレッソ、さらには川崎フロンターレが負けという条件付きでやはり負けでもトリニータは昇格が決定ということになっています。さあそれでは両チームのスターティングオーダーを紹介してまいりましょう。まずはホーム大宮アルディージャです。ゴールキーパーは安藤です。ディフェンスは松本、トニーニョ、奥野、岡本、そして中盤は伊藤、斉藤、宇須田、原崎、そしてフォワードはバルデス、黒崎の2トップでスタートしていきます。大宮アルディージャです。アルディージャサブのメンバーはご覧の通りです。12番の森田はサブからのスタートということになっています。こちらがバルです。今日は黒崎との2トップでスタートしていきます。大宮アルディージャ、さあアルディージャとしてはやはり目の前での昇格は見たくないですからね。そうですね、しかもホームですからね。さあこちらがトリニータの小林監督です。この小林監督の取ったスターティングオーダートリニータ、ゴールキーパーは岡中です。ディフェンスはミキ、サンドロ、瀬戸、そして有村です。今日は山崎が怪我ですので、こういったディフェンス4枚になっています。そしてミッドフィールドは宇木、金本、西山、山根、そしてフォワードは吉田、アンドラジーネの2トップです。トリニータサブのメンバーはご覧の通りになっています。野口さん、トリニータの方、はい、小林監督もやはりどうでしょう、これはもうベストのメンバーというふうに申し上げてよろしいでしょうか。うん、そうですね、はい、今日の試合はベストだと思います。そしてこの試合の審判団です。主審は柏原さん、大見さん、大見さんと勝俣さんが副審です。そして第4の審判が吉岡さん。この4種審判で進められてまいります。第41節の大宮アルディージャ大分トリニータの一戦ということになります。いよいよ今シーズンも昇格争いに絡む時期になってまいりました。41節、まあ、昨シーズンと野口さん最終節までもつれ込んだんですが、それを考えますと41節で果たしてスルッと決まるのかどうかというところなんですけれども、ね、そうですね、大事な一戦ですけどもね、はい、さあホーム大宮アルディージャボールで前半の45分のキックオフということになりました。まずは前線へ長いボール、左サイドを使っていきます。大宮アルディージャ、今シーズンはこれで4度目の対戦となります。両チーム今シーズンこれまでの3度の成績1勝1敗1分けということになっております。野口さん、これを踏まえてやはりこの試合の見どころ、そんなに差はつかないんじゃないかということも言えるとは思うんですけれども。そうですね、今の結果を見てもほとんど五分ですよね、はい、そういった意味ではやはり昇格がかかった大分というのはやはり先制点を取れば乗っていけると思うんですよね、で大宮はやはり地元では昇格を決定させたくないというのがあると思うんで、はい、ここら辺もやはり意地があるんでね、やはり先制点が非常に大きく左右するんではないでしょうかね。先制点の持つ意味が非常に大きいという解説の野口浩二さんです。どうでしょうか、今シーズンのこのホームアルディージャ、そして今日昇格がかかってきたトリニータ、システム組織から見てその先制点、どういったところがポイントになってくるというふうに見られますでしょうか。そうですね、大分の場合はやはりカウンターですよね。そしてアンドラジーニア、吉田選手がこう絡んで、はい、うまくあの少ない本数、パスの本数でシュートまでいければ、大分の先制というのは十分あると思うんですけども、ただ大宮のディフェンスというのは非常に組織化されて硬いですからね、あとはセットプレーなんかがこう結果をつなげるんじゃないでしょうかね。今そのアルディージャのディフェンスが非常に組織的であるというふうな話がありました。具体的にはこれは
どういった組織になってくるわけなんでしょうか。やはりあのディフェンスライン、ミッドフィーダーライン、さあゴール前折り返したヘディング、そして前線の2トップ、この3つのラインが本当にあのしっかりと統制されてるんですよ、はい、で非常にチームとしてもコンパクトに戦えるんで、このあたりっていうのはセカンドボールもなかなか大分にしたら拾いづらいんですけどもね、はい、いわゆるディフェンスラインでの組織ということではなくて、前線からしっかりプレッシャーを含めてのチーム全体でのディフェンス力というふうな話ですね、うん、そうですね、はい、大宮の方はあとは前線の2トップ高さがありますのでね、こういったところを生かしたい攻撃だと思いますね、はい、うん、大分トリニータ今日は勝てば自分たちの力で J1 昇格が決まっていきます。こちらが今シーズントリニータのゴールをずっと守り続けてまいりました守護神の岡中です。トリニータもようやくここまで来ましたよね、毎年いい成績を残してるんですけども、あとわずかで昇格ができなくて、そうですね、はい、涙を飲んでましたけどもね。昨シーズンは90分で勝てばという条件もついて最終節を迎えて、結局延長で、まあ、6位というところまで落ちるぐらい混戦の模様だった昨シーズンだったですからね。いや、人によるとブロンズホルダーなんていうことをトリニータに対して言う人もいますんでね、はい、それだけやはり力があってギリギリまで昇格には絡んでいくんだが、やはりゴールド、まあ、トップは取れないチームだというイメージも、今年いけないと、でも野口さんこのイメージ定着してしまったのも、いや本当そうですよね、はい、いやこれは大分いい位置ですね。23番左サイドのディフェンスから上がっていきました有村が倒されました。どうでしょう、角度距離から見てどんなバリエーションが考えられますか。まず直接狙えるというのは一つ考えられますし、はい、あとは一つ中に合わせて、シュートまで行きたいというのも一つあると思うんですよね、うん、2種類考えられると思いますしね、はい、まあ、立ち上がりということでシュートで終えたいというところじゃないでしょうかね。時間帯を考えても直接来るかというところでしょうか、はい、ボールの前には7番の西山一人です。どうやらキックするのは西山、どういったプレーを見せるか、直接狙うか。前半4分です、大分トリニータのフリーキック、守るキーパーは安藤、低いボール直接来た、そうですね、やはり立ち上がりということでシュートを思い切り狙ってきましたよね、野口さんがおっしゃっていた通り。そして今の西山のキックはいかがでしたでしょうか。いや非常に鋭いボールでニアサイドを狙ってきたんでね、可能性を感じられましたよね。安藤も一瞬体を真横に倒してボールをゴールマウスから弾き出したというところ、これはアンドラジーニャとの揉み合いになりまして、このアンドラジーニャのファールを取りました。アルディジャボールのフリーキックになります。今日ここ埼玉県営大宮公園サッカー場では14時からアルディジャトリニータのゲームがキックオフになっています。今日はトリニータの昇格が絡んでいますので、他会場の経過などもですね絡めながらお伝えをしていこうと思っておりますが、まあ、高い上に関係なくこのアルディージャ、いやトリニータがアルディージャを下しますと自動的に来シーズン J1 の昇格が決まります。そして今日は同じく14時からアルビレックスはアビスパと、そしてセレッソは横浜 FC と戦っております。さらには1時間前13時から川崎フロンターレは鳥栖と戦っております。この上位4チームの勝敗、いわゆる勝ち点以下では負けても今日トリニータが来シーズンの J1 昇格を決定するという非常に意味深い一戦になってまいりました。どうでしょう野口さん、こういった一戦、しかも、まあ、トリニータ昨シーズンから比べますとメンバーはだいぶ入れ替わっておりますけれども、昇格が決まるか決まらないかという一戦の選手の心理状態というのはいかがなんですかね。そうですね、ただ大分の場合はある程度余裕があると思うんですよね、でその中で今日は勝てばもう決まるということでは、はい、この試合だけに集中できるということは非常に大きいと思いますね。ある意味どうでしょう、トーナメントに近いような心理状態というようなことも言えるんですかね。もちろんそれはあると思いますね、さあコーナーです、低いボールになりました、クリアしていきます。アルディジャン長いボール前線へ、バルデスを狙った右足のシュート、
大分はこの後早くしたいですよね、カウンターですね、はい、アンドラジーニャが頭で前線吉田につなごうというプレーでしたが通りませんでした。この長いホイッスルはオフサイドでしょうか、うん、そう思いますね、はい、ただ大分の第4クールになっての勝負強さというのは本当に際立ってますよね、他にセレッソ新潟が苦しんでいる中、本当に大分っていうのは今シーズン、第4クールになって本当に安定した力を発揮してますよね。昨シーズンまでのトリニータの第4クールのイメージと比べるとやはりそのあたりは違ってきますか。いや全く違いますね、本当に一戦一戦こう選手交代もそしてメンバーチェンジもよくあったんですけども、はい、今シーズンは本当にチームとしてどっしりと構えて戦ってますんでね、どっしりとというのはその具体的にはそのメンバーの固定ということも含めて、はい、固定ですね。昨シーズンは結果が出なかった時にメンバーを結構入れ替えてたんですけども、今シーズンはそれがないんですよね。この終盤に来てメンバーを入れ替えている戦っている選手たちというのは戦いやすいものなのか憎いものなのか、このあたりはどうでしょうか。そのあたりはチーム内でコンビネーションがいろいろありますので、やはり結果がどうあれ同じ固定のメンバーで戦いたいというのはあると思うんですよね。その意味では第4クール終盤に入ってきてトリニータほぼメンバーが固定された中で戦っている。そして今日は勝てば自分たちの力で、しかも野口さん41節ですからね、はい、いつも44節まで気をずっと張っていなければいけなかったトリニータにしてみれば、まあ、比較的これは余裕があるというふうな言い方は正しくはないのかもしれませんけれども、まあ、毎年のことを考えると J2 最後までもつれる中では非常に大分にとったら、はい、チャンスが早めに来たんでね、決めれるときに決めたいっていうのはあるでしょうね、はい、さあ逆にアンディージャは前線へ左を使ってきました。左サイド原崎です。早めに中へ守る大分取りに、原崎ディフェンスラインまで戻していきます。野口さんが第4クールに入って非常に調子がいいというふうなお話がありましたが、いわゆる44節を4つに区切って相手11チームと1巡ずつしていく第4クールは34節から始まるということになりますが、34節現在2位のセレッソ大阪とこのトリニータ戦って1対1の引き分け、勝ち点1は取っています。その後35節から前節の40節まではずっと連勝、現在6連勝中というトリニータ、キーパー岡中パンチングです。一時14節15節あたりはこのトリニータが首位を走って2位と勝ち点差が9から10という節が続いてましたので、あのあたりからもう今年は行ってしまうのかなという雰囲気もあったんですが、野口さんそのままということでは決してなかったですけどね。なかったですね、左足のシュート遠目から打ってまいりました、アンドラジーニです。まあ、1年間本当に調子を維持するっていうのは難しいと思うんですよね。ただその中でも、波を抑えてできるだけで勝負どころでこう勝ち上がってきたというところでは、やはり今の大分というのはこの第4クールの安定が光っていると思いますね、はい、で一番大きかったのは37節の突戦で非常に難しい試合をものにしたというのは非常に大きかったと思うんですよね。3対2の試合なんですけども、そうですね、10月13日に鳥栖スタジアムで行われましたこの一戦、3対2トリニータがトスを下しておりますが、この試合難しかったというのはこれ内容的に見て野口さんどのあたり、やはり確か逆転の試合だったと思うんですけれども、それを終了間際に跳ね返したっていうところでここから乗っていけたような気がするんですよね、はい、まあ、野口さんもずっとサッカーは、まあ、学生の頃からやられているわけで、そういう乗ってこられる試合というきっかけになるような一戦というのは必ずあるものですか。そうですね、ありますね、チームが一つにまとまるんですよね、そういったところを乗り越えた後のゲーム展開っていうのはどんな状況に陥っても冷静に戦えると思うんですよね。なるほど、チーム そのまとまり方というのも変わるわけですか、はい、左サイドから岡中、
これは今岡中としてはマウスからは外れていたには見えますけれども正しい処理ですね。セーフティーファーストで安全に逃げたと思いますね、はい、ただこの後気をつけなければいけませんよね、これでコーナーになります。アルディージャ岡中隼人今シーズンは控えのキーパーに譲ることなくたった一人でトリニータのゴールマウスを守ってまいりました。その岡中のセーフティーファーストからアルディージャのコーナーになっています。カーブがかかったアンドラジーニャがあそこまで下がっておりました。どうでしょう野口さんからトリニータとしてはカウンターを狙っていくあるいはセカンドボールをきっちり拾っていくというふうなキーワードが先ほど出ておりましたけれどもこれまで そのカウンターを狙う前のトリニータのディフェンスこれに関してはいかがでしょうか。全体的には非常にここまで安定していると思うんですけれどもただどちらかというと慎重にここまで出だしを戦ってますよね、あんまりこうディフェンスラインも押し上げもないですしね、はい、まあ、少し様子を見ている感じはありますけどね。さあどうでしょうエリアに入ったふわっと浮かせたボールですがまだルーズになっています。キミニアシのシュート振り切ってきたバルデスです。9番バルデス強烈なボレーでした。このバルデスは今シーズンここまで12ゴール、まあ、比較的スタメンとしてはヘンク監督はこのバルデスと小島を組み合わせるというところが今シーズン中盤は非常に目立っていたんですけどね、はい、まあ、どちらかというとこうバルデスと違ったタイプ裏へ抜け出しというところで組み合わせたいと思ってたんです。あの遺跡だと思うんですけども、ね、はい、ただ怪我もありませんで、小島選手との組み合わせはできないんですけども、ただ今日のツートップ黒崎選手とバルデス選手高さがありますし、はい、あとはキープ力もありますんでね、黒崎です。黒崎から右サイド。さあまず12分横浜 FC 北村のゴール決まりましてセレッソがリードを許しています。高井城そしてアビスパとアルビレックス新潟の一戦は0対0まだどちらも動いてはおりません。セレッソ苦しんでますね。このセレッソが引き分けか負けでまずトリニータに対しての昇格の条件が整います。そしてアルビレックスも引き分けか負けということになりますとトリニータが引き分けても J1 昇格が決まります。あっと野口さんすぐに森島がゴールして追いつきました。あこの1点大きいですね。セレッソにしたらどうでしょう取られたすぐ後での森島のゴール、またチームも慌てずにまた同じ条件で、同点という条件で戦いますのでそんなに焦りはないと思うんですよね、ただまあ一つ枠は残っているとはいえやはりセレッソそれからアルビレックスフロンターレの選手たちは一節でもそのトリニータの昇格というのは決定は引き延ばしたいという気持ちで戦っているでしょうからね、そうですねそれはあると思いますけども、そのあたり この執念の表れでもあったんでしょうか。1点横浜 FC 先制の後森島がすぐにゴールを決めて追いついていますセレッソ大阪。今日は三沢で横浜 FC と戦っているセレッソ大阪そして博多でアビスパと戦っているアルビレックス新潟この途中経過を随時この試合の中でもお届けをしてまいりたいと思います。この2試合はこの試合と同じく14時のキックオフです。バルデス倒されましたがホイッスルありません。そして川崎フロンターレはこの試合よりも1時間早い13時のキックオフで轟き競技場で鳥栖と戦っております。川崎フロンターレ現在トリニータは勝ち点が85そしてセレッソアルビレックスは勝ち点では並んでおります。そして得失点差でも並んでおります。非常に混戦になっておりますが77です。この2チームとトリニータの勝ち点の差が8つ、そして4位フロンターレまでが12ということになっていますので、フロンターレはもう勝ち続けるしかない、そして相手が負けてくれるということも条件になってくるということなんですけれども、そうですね、まあ、もちろん厳しい状況でありますけれどもやはりまだ望みがありますんでね、はい、常に勝ち続けるっていうところが必要だと思いますけども、
前半15分を経過してきました。野口さん、先制点の持つ意味が大きいというふうにおっしゃってましたが、まだゴールは生まれていませんが、ここまでの両チームの出来はいかがでしょうか。大宮の方が今日は非常に積極的ですよね。大宮がいいですか。はい、左サイドの原崎選手も、チャンスを作ってますし、左サイドから、はい、で右サイドの伊藤選手も中へのドリブルで切り込んでますんでね、大分の方は少しディフェンシブに戦ってるっていう感じですよね。これはいかがでしょうか。そのトリニータがディフェンシブなあまりアルディージャがある程度好きにできているということの裏返しなんでしょうか。まだフリーで好きにやらしてるっていうところまで行ってないと思うんですけども、このあたりは昇格へのプレッシャーだと思うんですよね。やはりトリニータとしてもディフェンス中心とはいえ、もう少し動けるかなという全体的に、そうですね、ところはあると。ラインも上げたいっていうのもあると思うんですよね。これはどうなんでしょうか。単にディフェンスラインがやればいいことなのか、それともボランチあたりどこかのポジションを中心にその上げ下げのバランスもう少し修正をした方がいいことなんでしょうか。そのあたりは中盤のボランチの浮き選手あたりがかなり動きましたね。セレッソ逆転ですね。セレッソ鈴木のゴール決まって逆転です。横浜 FC の先制点の後動いてますね。一気にゲームが動きましたよね。はい、三ツ沢で行われている横浜 FC とセレッソ大阪の一戦、さあどうでしょうか。右足のシュート、岡中弾きました。いや、今エリアの中でのポストプレー、本当にタイミングがあってシュートまで行きましたけども、大宮は決定的でしたね。今フリーでもらって最後は慎重に行き過ぎましたでしょうか。そうですね、コースを狙いに行ったと思うんですけども、よく岡中選手もこの局面でじっとしてましたよね。動かなかったですよね。そうですね、はい、ともするとキーパーというのはああいったピンチこう出ることによってシュートコースを狭めていくというふうな、方法もあるんでしょうか。そうですね、そのあたりはいいと思うんですけども、逆に至近距離なんで早めに動いてしまうキーパーがいるんですけども、今じっくり状態を見ながら反応しましたんでね、はい、やはりこのあたりはベテランキーパー経験十分といったところなんでしょうか。いや本当そうですよね、野口さん活躍されている頃ももう岡中はガンバーにいましたね。大分の選手は比較的 J1 でも戦っている選手って多いですよね。いろんなところで経験していると思うんでね。そうですね、金本もサンフレッチェ、そしてサンドロも FC 東京、あとジェフもあったんじゃないですかね。そうですね、そして瀬戸はガンバ大阪からの移籍になっています。さらに吉田は横浜 F マリノス、西山選手も私ベルマーレで一緒だったんですけども、浮き選手も、ジェフ、そして大宮でも一緒でしたよね、はい、でこの辺りはいろいろ昨シーズン山形行って昇格を逃していって悔しい経験もしていると思うんでね、そういったところの経験が今シーズン物を言ってると思いますね、はい。浮き西山が抜けたのも手伝ってか、モンテリオはなかなか今シーズンは上位浮上ということはならなかったんですけれども、逆にやはりこの浮き西山の力というものが今シーズントリニータでまた証明されたというふうなことも言えますでしょうかね。そうですね、そのあたりは本当に大きいと思いますね、あとはサンドロ選手も加入しましたしね、はい、どうでしょう野口さん、少し気が早い、話にはなってしまうんですけれども、ベガルタが今シーズン J1 に行った時にやはりメンバーが多少入れ替わりましたよね、はい、トリニータの現状のサッカーというのはやはり J1 に行くにしては課題がありますか。まだどこまでこう J2 を戦っている中では J1 というのは読めないんですけども、決して戦えないメンバーではないと思うんですよね、やはり J1 の経験が豊富な選手が多いというか、はい、さあどうでしょう、逆サイドに回っています。岡中、ここも競っていきました。原崎入れてきます。頭で折り返すか、リューズになっています。ホイッスルありました。これはトリニータボールになります。この場合は高さがあるこの大宮のツートップに対してキーパーの金中選手があれだけ出てもらうとディフェンスラインっていうのは本当に助かるんですよね、これがキーパーの金中、今シーズントリニータの失点はここまで31、最も少ない失点になっています。
先ほど大分が J1 に上がった時の課題っていうのはっていう話になりましたけど、はい、やはりディフェンスある程度安定してるんで、点数をどれだけ取れるかだと思うんですよ、はい、そうすると攻撃力ということになってきます。そうですね、あとは戦い方のスタイルですよね、もちろんアンドラジーニャが今シーズンは得点ランキングまだ決まってはいませんけれどもね、得点王ということにも可能性は非常に高いわけで、ただどうしてもあのスタイルとしたらカウンターのチームなんで先制されると厳しいですよね、その野口さんのお話通り9節から14節までは6試合連続完封というものもありましたね、今シーズンはカウンター狙いのチームが失点をしなければ、特に9節から13節までは1対0で5連勝というのがありましたので、トリニータにあの頃は野口さん確かトリニータに1点取られるともう今日は決まりかなっていう雰囲気がありましたよね、ありましたよね、はい、それだけこう大分が1点先に取ることによって相手にプレッシャーかけられますんでね、ただその後は少し1点では勝てないトリニータというイメージ、それからあれだけ話していた2位以下に吸収されたという時もありまして、どうでしょうあの頃のトリニータというのは何か違っていたんでしょうかね。やはりあのアンドラジーニャ吉田選手というのが非常に分析研究されて、あの止められ始めましたよね、はい、そのあたりで少し悩んだと思うんですけども、そしてまた今吉田アンドラジーニャの2トップですが、野口さん先ほどおっしゃったように4巡目非常に調子がいいトリニータ、ここでまた何か変化はあったんでしょうか、はい、やはり先に点数も取れましたし、チーム全体がこう経験している選手がいるんで、はい、あの慌てずに戦えたっていうのがあると思うんですよね、そして野口さんおっしゃったようにその突戦3対2をものにして勝ち点3、はい、やはりあの突戦っていうのは多分どの選手のコメントでも大きいと思いますよね、今シーズン鍵を握った一戦はというふうなことを聞くと、あるいは出てくる一戦になるのかなと思いますけどもね、そうやって考えますと今シーズンのトリニータというのは、まあ、貯金を作った時期、その貯金を使い果たしてチームをなんとか立て直して、そしてまた終盤昇格に向けて順調に勝ち点を積み重ねて、トリニータというチームだけにスポットを当ててみると今シーズンはもう上がっても不思議はないなという戦い方と言っていいでしょうかね、そう思いますね、やはりディフェンスも安定してますし、攻撃力もありますからね、はい、小林慎二監督の采配、このあたりはどうでしょうか、野口さん何かお感じになるところはありますでしょうか。やはり全体的に守備の意識というのは高いですよね、特にその、バランスを取っているのが浮き選手中盤で、はい、非常にディフェンスラインと前 の, ディフェンあのオフェンスラインというのがあの本当にコンパクトで戦えていると思うんですよね、監督のその考えのもとにチームが本当にこう一つの目的に向かって組織しているというふうな印象が、そうするとトリニータに関しては非常にあるということです、そうですね、原崎左サイドです、エリア近辺ですが伊藤が左まで流れていました、伊藤明守ったのは三木です。さあホームアルディージャボールのコーナーキックになります。高さのあるツートップがゴール前、アルディージャ、バルです、182センチ、黒崎185センチ、さらにはディフェンスライントニーニョも186センチ、今度は岡中触ることはありません、このボールをそのまま見過ごしましてコーナーキックを取っています。大分トリニータ4番のトニーニョもディフェンスラインから上がっていきました。逆に先制点がアルディージャに入りますと、野口さんやはりこの1点の持つ意味も大きいということになりますか。そうですね、やはりあの守備の意識が高い、多めアルディージャですよね、はい、非常にあのコンパクトにされますし、ディフェンスラインを少し下げられた時にはなかなか崩していくのは難しいと思うんですよね。なるほど、さあ抜け出したクロス上げる、右足のシュート、まだキーパー掴んでいない、ヘディングのシュート、先制は取りに行った、8番の山根が最後頭で押し込みました。
いやまず右サイドの西山選手が自分からの仕掛けでチャンス作りましたよね。いいクロス上げて中に合わせましたし、そのシュートの後のこの山田選手のこぼれ球の反応が本当に落ち着いて早かったですよね、はい、山根のヘディングシュート決まりました。トリニータ自らの手で J1 昇格へ決める前提条件になる1点が入りました。これを守り抜けば今日トリニータが J1 昇格決定。だいぶこの1点によって大分の選手たちプレッシャーからの解放がありますからね。やはりわずか1点でも精神的にはそんなに違いますか。はい、そうですね。やはり1点取ることによってチーム全体に乗っていけますし動きも変わってきますよね、はい。やはり野口さんご指摘の通りアルディージャのコーナーキックからのカウンターという形でした ね、はい、そうでしたね。それから西山のクロスもややディフェンスの密集しているところで低いボールで行きましたよね。そして少しあの戻り気味のクロスでした ね。こういったところも中の状況よく見えたと思いますね。今度はアルディージャの前線です。ファールがありましてトリニータボールです。ともするとあれだけディフェンスラインが戻ってきてそして低いボールというのはなかなか上げる場面が少ないのではないかなというふうな印象もあるんですけれども、西山がよく見えていたのはどのあたりなんでしょうかね。やはりゴール前だけではなくて少し2列目から上がってくる選手に対しても見えてたと思うんですよね。その2列目が山根ということだったわけですね、はい。しかも山根まで直接ではなくてワンクッション入りましたしね。あ、そうですね、はい、もちろん最初のトップの選手が戻りながらシュートを打ったっていうのもあったと思うんですけど、2列目から山根が最後は前線に出てヘディングで押し込んでいきました。トリニータが先制しています。今シーズンの J リーグディビジョン2今日で41節を迎えています。残りは今節を入れて4試合、上位4チームすでにこの大宮公園サッカー場を含めてキックオフされておりますが、他会場に関係なくトリニータが今日アルディージャを下しますといよいよ来シーズン J1 昇格が決まるという大事な一戦。トリニータの先制です。ボールの動かし方、選手たちの動き、やはり変化出てきましたか。うん、そうですね。ボールが本当にコートいっぱいに使ってボールが動いてますよね。先制ゴールのクロスを上げた西山。対してアルディージャとしては。やはり負けて自らの手で振り込むよりはなんとか勝って、うん、そして他会場以下これはもうアルディージャとしてはどうしようもないことだと思うんですけども、 はい、そのためにアルディージャができること、やはりこのホームでは絶対に負けてはいけないと思うんですよね、うん、でサポーターもやはり同じ気持ちで戦っていると思うんでね、やはり自分たちの目の前では昇格を決定させたくないというのはあると思いますね、はい。逆に大宮は昨シーズンは本当に途中まではダントツで抜けてましたからね。そうでしたね。このバルデスの負傷まではどれぐらい差をつけて昇格を決めてしまうのかなというぐらいの勢いでしたもんね。いや本当そうでしたよね。でまた不幸だったのがバルデスだけじゃなくてジョルジーニョもね怪我してしまいましたよね、はい。どうでしょう、その昨シーズンの大宮アルディージャの分析をしますと各解説の方がどちらかというとこうタレント頼みのチームだった印象があったというふうな話が非常に多かったんですけれども、うん、今シーズンからヘンク監督が采配を取るようになってアルディージャのサッカーというのは変わりましたか。そう簡単には変わってないと思うんですけども、やはり最初も言ったように守備の意識が非常に高いチームなんでね、攻撃のアイデアが少し足りないような気がするんですよね。ああ、なるほど、そうですか。だからバルデスが調子いい時にはバルデスの身体能力の高さで、ヘディングでの
シュートっていうのがよく決まってましたけども、もう少し攻撃のバリエーションが出てくるともっと怖いチームになると思うんですけどもね。まあ、今小島が怪我でちょっと戦線離脱しておりますけれども、今日もサブには森田が入っています。そしてバルデス、黒崎のこの4人の、おっとセレッソはまた大久保のゴールで2点差に引き離しまして、そしてアビスパはロペスで先制。これ両方とも先制は上位昇格のかかんないチームが先制したという一戦になりましたけどね、やはりこのあたりはプレッシャーだと思いますよね。プレッシャーですか、はい、なるほど。で逆にセレッソは1点取られたことによって目が覚めたようにね、一気に動きましたからね。アビスパとアルビレックス、やはりアビスパロペスのゴールでこの昇格へのプレッシャーのかかるアルビレックスをアビスパが先制するという形になっています。他会場横浜 FC に先制をされたセレッソですが、その後森島、鈴木、大久保とゴールを決めて3対1。まあゲームの内容は我々は見てはいないんですけれども、この横浜 FC とセレッソ戦、今行われている試合の展開だけ、点数だけの動きを見てみますと、野口さん、やはり1点の持つ意味によってゲームが動き出すっていうのは非常に分かりやすいですよね。そうですね。でセレッソが逆にこの3点跳ね返したっていうのはすぐ追いつけたっていうことで、チャンスですね。焦りがこう消えましたよね。すぐ同点に追いつけたことが大きいと思いますね。なるほど、1点取られた後の1点目が大きかったと、はい。まあ、終盤に来て、セレッソは湘南ベルマーレに敗れた0対2で敗れた試合があったんですが、はい、あれも先制は前半の2分にされて、その傷をちょっと引きずりすぎたのが2失点目につながって2対0で敗れたという試合だったと思うんですが、はい、その意味でやはりセレッソといえども追いつけないとまた3対1という風な展開になってないかもしれないというところでしょうね。そうですね、はい、もう点が取れないと追いつけないと焦ってきますからね、どうしてもバランスは崩してしまいますよね。この1点の持つ意味ですが、入る時間帯によってサッカーというのは非常に微妙なゲームです。そしてアルディーヤに関してはお話がどこっと取り抜いた西山、また右サイドです。先制ゴールチャンスを作った西山が再び右のクロス、直接のボレーシュート、今オーバーヘッド気味になりましたが、吉田選手ですか ね今のプレーです。先ほどは低いボール、今度は倒れながら、これもドンピシャリ狙った選手には通ってますね。そうですね、まあ、難しい状況だと思うんですけれども、あ、山根選手ですね。やはり山根ですね。ヘディングシュートで先制、今のはオーバーヘッド気味のボレーになりました。そしてアルディージャのお話が途中になっています。今日スタメンのバルデス、そして黒崎、そしてサブには森田、さらには怪我の小島、はい、4人のフォワード、いわゆる攻撃力というイメージが非常にあるアルディージャに関して、野口さんはやはりディフェンスはしっかりしているが攻撃力が今一つだという話がありました。これ具体的には例えば中盤であるとかつなぎであるとか、何かもっとこう修正する、あるいは工夫するところがアルディージャに必要ということなんでしょうかね。私がいた時もあるんですけれども、よくチーム全体でのボールポジション保持率というのは非常に高いんですよね、ただサイドからのこう うまい崩しができないとか、あとはスルーパスのアイデアとかっていうのが一つないと思うんですよね。なるほど、スルーパスのアイデア、はい、だから非常にポジショニングの役割っていうのはっきりしてて、例えば大宮の場合原崎選手がサイドをえぐってクロスを上げるとか、はい、伊藤選手もそうですよね、で個人の能力1対1が勝てないとどうしてもそこのあたりは相手の組織を打開できないんでね、なかなか状況の変化が見られないんですけども、はい、だからそのあたりは多少ポジションチェンジがあってもいいのかなとは思いますけどね。岡本選手、松本選手がこうサイドから上がっていて数的を作りながら崩していくっていうのも一つあってもいいと思いますね。トリニータ、アンドラジーニャにイエローが出ています。やはりそのフォワードに決めるポジションに非常に豊富な人材を持っていても、相手を崩してフォワードにつなげるかどうかというところの、その前段階というか、そうですね。アルディージャ、その両サイドのディフェンス、さあどうでしょうか、頭で落としていく、場内の歓声も際ど
いプレーに一瞬大きくなりましたが右のポストかすめていきました。今のプレーです。斉藤選手はよく 見てたと思うんですけども、ちょうどバルデスがこうディフェンスライン、ディフェンスのマークから流れていくように逃げていくような動きをしたと思うんです。きっちり見てたと思いますね、よくあの世界のサッカーなんかを見ると本当にフォワードというのはディフェンスからゴール前に近づくにつれてスーッと外側に離れて、はい、プルアウェイの動きっていうんですけども、そういうマークの外し方が非常に海外の選手うまいですよね、そしてまたドンピシャルでその選手にパスが通りますが、はい、まあ、我々はこの放送席からちょっと高い位置から見てますので、あの選手フリーだなって分かりますよね。そうですね、グランドレベルにいるやってる選手からああいう風な動きを見てそこにピンポイントでパスを通すのはやはり難しいプレーですか。非常に難しいと思うんですよね。タイミングが一番重要視されるんですけども、はい、さあどうでしょう、ね、左サイドシュートか、切り返して右足、今のは野口さん打てませんでしたか。打てたとは思うんですけども、より確実性を狙いましたよね。大事に行き過ぎたというプレーですか、ディフェンスラインにコースを切られました。ゴールはなりません。大宮のディフェンスもよくその切り返しに対して、2人目だったと思うんですけども、よくカバーしましたよね、はい、別のディフェンダーが切り返されたと飛び込んでいきましたね、はい、野口さんがおっしゃる組織的なディフェンス、ディフェンスラインはもちろんきっちりしている大宮アルディージャです。今はあの大宮はファウルになりましたけれども、はい、1人の選手に対してすぐ囲んでボールを奪うというところ、こういう意識というのは非常に大宮も多いとも高いんですよね。守備の意識の高い、そして今日もしっかりと守備のできているアルディージャに対してトリニータが先制をいたしております。西山また狭いところを通す、右サイド金本ですが、これはトリニータボールです。金本啓太、この金本もサンフレッチェから移籍、 J1 でのプレーの経験があります。アンドラジーニャ、早めのクロスはディフェンダーに当たりました。ディフェンスラインからおっとヘディングで返したのでキーパーが取れるボールにはなったんですが、キーパーの安藤が取り切れませんでした。少し岡本選手と安藤選手の連携が合わなかったと思うんですけども、もしかしたら安藤選手はクリアという声を出てたかもしれませんね。なるほど、で慌ててバックパスだったんで反応しきれなかったと思うんですけども、はい、結果トリニータのコーナーになりました。アンドラジーニャショートコーナーを使っていく、さあ1人抜いたアンドラジーニャ、クロスを上げるゴール前、セカンドボールはトリニータ、浮き長いボール、西山が落としましたがアンドラジーニャのところにはつながりません。ディフェンスライン岡本からもう一度浮きが跳ね返してまいりましたがアルディージャボールです。前半手元の時計は残り時間5分を切ってまいりました。残り5分という時の追いかけるアルディージャの選手の精神状態、野口さんどうでしょうか。もちろん追いついて前半を終えたいというのはあると思うんですけども、ただそんなにこう焦って攻撃を仕掛けるほどではないと思うんですよね。よく初めの5分、終わりの5分というのはゴールシーンが非常に増えるというふうな時間帯と言われていますが、逆にアルディージャの選手がよし5分だ気合を入れていこうというふうなことにはならない、ね、もちろん点数には取りに行くとは思うんですけども、ただディフェンスラインがこうバランスを崩して上がっていったりというのはないと思うんですよね。これも取りに行ったボール、大分の選手がもし前半 1-0 でいいって言ってこう構えてしまうと危ないケースが出てくると思うんでね。逆にリードしているトリニータの選手の気の持ちようで動くこともあると、
もうあと5分で前半じゃあこれで終わろうっていうように安易に考えてしまうとやられる可能性もあると思うんですよね、はい、金本前線へ、今度はキーパーの安藤がしっかりと処理を出しました。今日勝てば他会場の経過には全く関係なく自らの手で来シーズンの J1 をつかみ取ります大分トリニータ。山根のヘディングゴールが決まりました。1対0前半残り時間はわずかになっています。倒れているのは瀬戸でしょうか、胸を押さえていますがファールがありました。足と接触しましたでしょうかね、右の胸のあたりです。今日勝てば J1 昇格決定の取りにいた小林監督、ようやく起き上がりました。瀬戸担架が運び入れられることはありませんでしたので11人でゲームが再開です。前線へのボール、逆に野口さん、アルデージャにとっても失点しやすい時間帯ということも裏返せば言えるわけですからね、うん、そうですね。さあ前線、よっとこれは直接狙ったんでしょうか、非常に長いボールになりました。伊藤が右サイドから長いボール、キーパーの岡中の、まあ、前半の中どころでのファインセーブというのはどうでしょう、トリニータの先制点に貢献するところが大きかったでしょうかね。いや十分ありましたよね、その貢献度は、はい、あそこで失点して焦りにつなげれるよりも、やはりあそこで防いだというのは一つ大きいと思うんですよね。キーパーというのは決してそういった意味で結果が残せるようなポジションではないんですけれども、やはりあのワールドカップのオリバー・カーンもそうでしたけれども、ね、はい、キーパーの存在感というのを改めて認識させられたなというところから見ると、あの岡中のプレー地味ではありましたが、あの先制点を演出している部分ではあると。いや本当そう思いますね。前線です。おっと、田中選手の場合はあのプレーだけではなくて、あの最終ライン一番最後尾にいてどっしりして、はい、あの経験もありますので、そういった意味ではチームに影響させる、あのところって非常に大きいと思うんですよね、はい、後ろからのコーチングというのは非常に大事ですからね。野口さんはそのフォワードとして戦われている時にキーパー岡中という対決はあったんですか。ありましたね。ありました、はい、そのコーチングの声はやっぱり聞こえてくるわけですよね。もうそうですし、やはり1対1がね本当に動かないんですよね。はあ、だからある程度ストライカーというのはチャンスになった時にキーパーの動きを見て蹴るんですけども、右足のシュート、右のコースに外れていきます、はい、そういったところでシュートしづらいキーパーの一人でしたね。今のプレーもう一度ダイレクトで黒崎狙ってまいりました。この辺りの黒崎選手というのはやはりあの前半シュート数が少ないというところで角度はなかったんですけども、シュートをして終えたいというのはあると思うんですよね、はい、ここでちょっと無理な角度でしたけどもシュートまで行きましたよね、うん、ストライカーとしては今のは、まあ、無理な角度でもシュートで良かったプレーだということですね、はい、前半45分手元の時計経過してロスタイムは1分の表示がありました。今日勝てば自力での昇格が決まるトリニータが1対0でリードをしております。キーパー安藤が出ます。前線バルデスへきっちり送っていく、浮き瀬戸、そして吉田へ、ボール足につきませんでした。このまま1対0で前半を終わるんでしょうか、それともゲームが動くか。今主審の橿原さんが時計を見やりました。そして手が上がった。前半45分が終わりました。埼玉県営大宮公園サッカー場、さあまず前半の45分、野口さんに振り返っていただきましょう。
そうですね、非常に大分の方はプレッシャーがかかる中で先制点を取れて、はい、非常にあの前半は伸び伸びと逆にプレッシャーから解放されていい動き、この笑顔も分かるようにあの1点が非常に大きかったなと思いますけどもね。はい、対してアルディージャディフェンスがしっかりできているという話もあったんですけれどもね、うん、そうですね、はい、まあ、そのあたりをよく西山選手があの個人技で打開していきましたよね。さあどうでしょう、後半に向けてトリニータアルディージャ見どころはどのあたりになりますでしょうか。大分がやはりこの1点を守ろうとしたらやられると思うんでね、あの前半同様に攻撃的にいけるかでしょうね。なるほど、1対0で5連勝という、まあ、中盤もありましたがまだ1点守ってはいけないというところですね、はい、このままトリニータが勝って J1 昇格が決まるんでしょうか。埼玉県営大宮公園サッカー場、前半は1対0トリニータリードで折り返します。
第40節のダイジェストをご覧いただきました。野口さん、こうやはり気のせいか昇格争いに絡んできたゲームに近づけば近づくほど選手の動きというか、うん、モチベーションが高いように思うんですけれどもね。そうですね、はい、でその中でセレッソがチャンスをありながら点を取ることができなくて引き分けで苦しんでますよね。そうですね。他はいかがでしょうかね。大分が非常に難しい試合の中で、はい、あの1点を守りきったということで、うん、非常にこの昇格レースの中では一歩出てるような気がしますし、新潟も勝ちきれてないですよね。そうなんですよね。ある意味そのセレッソとトリニータそして新潟前節を見てもやはりここ一番の何かというところの差が出ているというふうに申し上げていいんですかね。明暗が分かれているような気がしますね。踏まえての順位表です。これで今節の条件になりましたトリニータ勝って昇格が決まる、2位以下と勝ち点が8つ離れました。そしてセレッソアルビレックス、まあ、フロンターレの勝敗以下では今日は負けても昇格が決まるというところまで来ましたね。そうですね、はい、非常に一番有利な状況で戦えてますよね。さあこの大事な一戦ということになっています。それでは得点ランキングを見てみましょう。今シーズン得点ランキング、大分のアンドラジュニアが2ゴール差セレッソの大久保、今日アンドラジュニアまだゴールがありません。そしてセレッソ大久保は途中経過でゴールを決めているという情報が入ってきています。そしてどうでしょうか、このまま大久保アンドラジーニャは変わらずに行くのかという、この日本人がどこまで頑張るかというところも一つ、いや本当そうですよね、ランキングとしては非常に注目なんですが、はい、さあそれでは今日トリニータが自らの手で J1 昇格を決めるか、非常に大事な一戦トリニータアルディージャ、そろそろ埼玉県営大宮公園サッカー場後半開始ということになります。大宮アルディージャのホーム埼玉県営大宮公園サッカー場です。まだ両チームの選手はピッチに戻ってきてはおりません。この試合後半も野口浩二さんの解説で皆様にはお楽しみいただきたいと思います。さあ今日他会場の結果以下によっても負けてもトリニータが昇格の可能性があるというこの絡みの高い上の前半終了時の途中経過ご紹介してまいりましょう。画面右下です。横浜 FC に先制されましたセレッソ大阪ですが、森島、鈴木、大久保と決めまして前半3対1 2点のリードで折り返しております。それからアルビレックスはアビスパにロペス2ゴールで2対0のビハインドです。野口さん、この前半というのはいかがでしょうかね。両チームとも先制されてるんですけれどもね、ただ新潟の方は2点ですか、はい、勝つためには3点、やはり後半の立ち上がり早く1点返したいというのはあるでしょうね。これ今日はトリニータ昇格ということで、他会場を見ていますけれども、現在のところセレッソとそれからアルビレックスは勝ち点でもそれから得失点でも並んでいるので、逆にあまり点差をつけられての勝ち負けということになりますと、セレッソとアルビレックス自体もね、そうですね、昇格争いが非常に変わってくるコンセプトということになってしまいますので、ね、はい、さあアルディージャはメンバーチェンジをしてまいりました。松本大樹を下げて竹村義也を入れてまいりました。大宮アルディージャ後半のスタートです。野口さん、ディフェンスを1枚減らして竹村どちらかというとこれは攻撃的な選手と申し上げていいと思うんですが、そうですね、サイドのミッドフィルダーでしかも左利きなんで、この辺りはもしかしたら原崎選手を右サイドに持ってきて、左サイドのミッドフィルダーに竹村選手かなっていう気がするんですけども、ちょっと見てみないと分からないですけども ね、 そうですね、後半立ち上がりから野口さんにチェックをしていただきながら、またアルディージャのフォーメーションに関してはいろいろとお話を伺ってまいりたいと思います。やはりアルディージャ、ヘンク監督目の前では決めさせないぞというところでしょうか。早めに動いてきましたね。逆に1対0この1点を取りにいたが守りに行ったらまだ分からないという野口さんのお話で前半が終わっておりました。後半45分のキックオフです。今度は右にエンドを取りました白いユニフォーム大分トリニータボールです。トリニータの方は選手交代はありません。
まあ、前半のままで、まあ、ここにやはり竹村選手いますね。はい、そうですね、やはり中盤の左ということでしょうか。ずっと持って上がる3人囲みます。トリニータ、竹村選手は昨シーズンまでは大分にいましたからね。そうなんですよね。しかも終盤まで出てましたからね、はい、これは野口さんはその竹村のような、昨シーズンも、かなり頑張って、そして自分も出ていたチームで移って自分の古巣が昇格というような状況って、ま、経験ありますか。いや、これはないんですけどもね。ただやはり見返してやりたいというのは一つあると思うんですよね、竹村選手も。さあ、ゴールに向かってくるボール、折り返した、右足のシュートですが岡中の正面です。奥野選手もよく戻しましたよね、これ今のプレーです、はい、逆サイドに行って一度戻して最後はバルです。で、大分のディフェンスラインも今揺さぶられましたからね、ただあれは交代した竹村が取ったフリーキック、はい、アルディージェがこのまま45分トリニータを相手に1点のビハインドを返していけるのか。ホームです、アルディージェのホーム、この大宮公園サッカー場。さあ、ゴール前、アンドラジーニャのフリーキック、そのまま流れていきました。キーパー安藤がキャッチです。ボール触ったのは多分原崎選手だと思うんで、右サイドバックに原崎選手ですね。そうですね。で、左のミッドフィルダーサイドに、竹村選手がそのまま入ったと思いますね、はい、左の中盤にいた原崎を右のディフェンスに、そして松本に代わって入った竹村を左の中盤にという、どうやら選手交代のようです。これはフォーメーション的にはそうすると枚数もバランスも変わっていないと思うんですけれども、はい、ケンク監督の狙いというのはロムさん、どのあたりになるんでしょうか。やはりもう少しサイド攻撃をうまく使いたいっていうのはあると思うんですよね。サイド攻撃、はいはい、特に左サイドだと竹村選手ですね、大宮は前半立ち上がり非常に良かったんですけれども、はい、その後攻撃の目を積まれてたんで、そこをまた、前半の立ち上がりのように両サイドを仕掛けたいっていうのはあると思うんですよね。サイドの中盤をもっと前線です。アンドラジーニャを追っていく一周です。まだルーズになっている。吉田も突っ込んできた。今先制ゴールの山根がピッチに戻っていきます。その中盤のサイド攻撃が使えてくると、野口さんが前半にご指摘されていた前半へのつなぎという、いわゆる攻撃力の厚みということにつながってきますね、はい、サイドをうまく攻撃することによって、はい、前線の2トップ、黒崎選手、バルデ選手、高さも生きてきますからね、ベンク監督の戦術の変更が明確な選手交代。大宮アルディージャ後半に入っています。このアルディージャのホームです。しかしながら今日トリニータに敗れますと、自分たちがこのトリニータの昇格を振り込むという形になります。勝てば昇格が決まるトリニータの選手たち、どうでしょう、ハーフタイムのロッカールームで高い以上の結果なんていうのは気にしてないでしょうかね。多分小橋監督は教えてないと思うんですよね。でまずこのゲームだけに集中させたいというのはやはりあると思うんですよ。で高い以上がどうのこうのよりも、この試合勝てば決定できるということでは、はい、高い以上気にするよりもこの試合集中させたいというのは監督の思いだと思うんですよね。そうですね。まあ、30節後半ぐらいになって小林監督は試合後のインタビューで、選手には勝ち点の計算は今シーズンはもう一切するなということを言ってやるという話もしましたので、はい、その監督が高い以上の経過を教えるということはないかもしれませんね。思いますね、はい、逆にトリニータのイレブンはこの試合に集中してきているでしょう。この試合がラストゲームだったらそういう戦い方もあるかもしれませんけども、この後もありますので、まあ、そうですね、はい、さあゴール前に送られてきたバルデスの頭の上を越えていく、こちらがバルデス。
シーズン12ゴール。アルディージャがコーナーを取りました。キッカーは伊藤。後半立ち上がりの5分、トニーニョも 前線に上がっています。低いボール、セカンドボールを取れるカールディージャ。アンドラジーニャがここまで下がってクリアです。あのセットプレーでアンドラジーニャが自陣のゴール前に下がるシーンが見られますけれども、はい、ここまでアンドラジーニャが下がるというのはこれまでトリニータはやっていましたでしょうか、ね、セットプレーに関してはある程度エリアのところまで戻るというのはあると思うんですけどね。なかなかキャッチ、大宮の方は今みたいに竹村選手のドリブル突破からクロスという一つ狙いが後半出てきましたよね。これによってまあ前線には直接こうドンピシャリピンスポットで合わなくとも竹村がああいう動きをすることでトリニータのディフェンスに対して何かアルディージャは影響を与えることはできるでしょうか。やはりあのサイドバックの攻撃参加を防ぐことはできると思うんですよね、前半も原崎選手がチャンスを作ったりはしてましたけども、はい、こういったところでこのサイドのところ両サイドのアタックで主導権を握りたいというのはヘッグ監督 のプランとしてはあると思いますね。まずこの強力なツートップを生かすためには両サイドの攻撃、はい、両サイド生かすためにはもっと速いパスワークですよね、はい、判断でもっと的確にボールを回したいというのが一つあると思います。なるほど、速いパスワークから両サイドの攻撃、そして能力高さのあるツートップつながるんでしょうか。大宮アルディージャ、あっとアルビレックスが追いつきました。アルビレックスはマルクス宇治原が決めて2対2アビスパを捉えています。そしてセレッソもトゥルコビッチが決めて4点目。やはり負けれないっていう思いがこう同点に追いつく力を与えてるんでしょうね、本当にこう、まあ、今日はトリニータ決まっても枠は一つなんですけれども、昇格が決まるか決まらないかという条件がついてくると不思議なことが起こりますね。いや本当そうですね、力以上のものを出しますしね、はい、前半終わって2対0がまだ後半立ち上がって間もないんですけども ね、 そうですね、アルビレックスがもう追いついています。いや本当サッカーっていうのは本当にメンタルでだいぶ違うんだなっていうのを思いますよね、どうでしょう、野口浩二少年がサッカーに取り憑かれた部分、そのあたりもあったんじゃないですか。そうですね、また自分の思いでいろんな考えでできますからね、サッカーの場合は、野口さんがこうストライカーになってフォワードになったっていうのはこれどういう流れからだったんですか。あのフォワードになったのはあの、ニカノールヘッドコーチがコンバートしてくれたっていうのがあるんですけども、ミッドフィルダーから、まあ、その時にちょうどプロを契約して1年目だったので、はい、社員からプロ契約して1年目で試合に出ないとやはりプロはダメだということで、コンバートに応じたんですけどもね。さあどうだ、フェイントをかけたぞ、流していった、ダイレクトで打ってきた、右のポストかすめています。場内はわーっというため息。30番のウスタのミドルシュート、もう一度見てみましょう。前半にはこの攻撃なかったと思うんですよね、遠目からのシュート、こういう風なシュート、遠目からシュートを打つことによって今度は大分のディフェンスラインというのはアプローチが速くなりますし、はい、ディフェンスラインの裏のスペースが空いてきますのでね、必要なシュートだと思いますね、ウスタのシュート自体前半そんなに見てないというか印象がないですかね、なかったと思いますね、チーム全体でもシュートが少なかったですよね、はい、やはりその能力の高いトゥートップがいてもつなぎが両サイドの攻撃がなくてはというのはその野口さん両方とも経験されている分、はい、解説がそういうところまで至ってくるわけでしょうね。どうでしょう、前半立ち上がりはまあ、野口さんおっしゃっていたように1点の持つ意味が大きいという両チーム、その中で、まあ、取られないようにしながらというやや静かな立ち上がりというふうに申し上げてよかったと思うんですけども、はい、後半の立ち上がりはいかがでしょうか。後半も比較的こう大宮が攻め込んでいる中で、大分の方が忍んでいるという感じなんですけども、はい、
おっとホイッスルがありました。あっと西山が倒されてやや遅れてホイッスルですが、何かこれ西山行ってしまいましたかね。抗議よりもどちらかというと飛び込んだっていう感じのジェスチャーでしたよね。主審はシミュレーションもしくはダイブ取ったと思うんですけど。なるほど。まあ2点目が取れればものすごく幸せと今のプレーです。ウスタ、ウスタ2本目ですね。積極的ですね。あの位置から中盤のウスタが打ってくる。まあ、今のところゴールにはなっていませんけれども、トリニータの守備、ディフェンスに関しての影響というのは何が考えられますでしょうか。やはりあの中盤から今も際どいシュートだったので、もう少し寄せないといけないというところで、はい、もう少し高くラインを設定してくると思うんですよね。ディフェンスラインを上げる、はい、そうすると逆にアルディージャはさらに使えてくる攻撃のバリエーションというのはありますか。2トップの裏へのスペースの飛び出しですよね。黒崎選手、あのバルデ選手の、あのトップの流れですよね。はい、いわゆるアルディージャとしてはもっと使いたかったサイド攻撃も使いやすくなってきているいいと思いますね。ウスタのミドルシュートが2本続きました。この時間帯のアルディージャ、そのウスタが前線入れてきます。今大分が気になるのは、中盤で浮き選手もディフェンスラインに今引きずり込まれているんですよね、はい、ここですよね。これが浮きですね。岡中の後ろに回っているのが浮きです、はい、こういったところで中盤が少し下がりすぎてディフェンスラインもだいぶ下がった位置なんで、ここら辺中盤を開けていくと先ほどの宇多選手のまずミドルシュートが効いてきますよね。大宮の方はでこぼれ球が拾えなくなるというところでは二次攻撃もされるというところで、はい、今の状況を打開するにはもう少し押し上げたいというのが一つあると思うんですよね。うん、徐々にこの野口さんが立ち上がり、後半立ち上がりもアルディージャは積極的に来ているという話がありましたが、その積極性がトリニータのディフェンスに対してもまだ結果は出ていませんが影響し始めてきているという時間帯でしょうか。今も裏を狙おうとした動きも出てきましたよね。そうですね、前半は好セーブを続けた岡中、先制点の何パーセントかは演出したというこのキーパー岡中です。後半45分を守りきれば J1 へ再びプレーの場は移るということになります。中盤からディフェンスラインに入った原崎、右サイドを使っていきます。ウスタ、両チームの監督のハーフタイムのコメントが入ってまいりました。まずホームの大宮アルディージャ、ヘンク監督、攻撃のリズムは悪くないがもう少し早いタイミングでクロスを上げること。さあエリアに入っている、戻して浮かせたボールです。打ちませんでした。サイド選手は、ね、多分ねループを狙ったと思うんですけど。あ、そうですか、はい、これは誰かに合わせたのではなくて自ら打ってきた、ちょっとテクニックを使ったようなシュートでしたがキーパー岡中にキャッチされています。さらにヘンク監督、クリアーボール、セカンドボールを拾ってシュートすること、ディフェンスは早く組織を作ること、そして絶対に追いつくこと、これがヘンク監督ハーフタイムのコメント。そして1点リード昇格争い決着をつけるかというトリニータ小林監督は、ボールへチャレンジしているプレイヤー以外はカバーリングに入ろう、ディフェンスラインは太陽の光に注意しようというふうなところ、非常に細かなところに指示が出ています。特にやはり野口さん、小林監督がこの試合勝って J1 だというふうなことは一切言ってない、一戦一戦のうちの1試合でも捉えているようなコメントですけど、ね、そうですね。ただコメントが全部どちらかというと小林監督のコメントがディフェンス面なんでね、消極的にこうならなければいいなっていう気がするんですよね。野口さんがハーフタイムにおっしゃっていたこの1点を守りきろうとすると何かが起こるかもしれないといったあたりですね。徐々にしかもアルディージャの攻撃の目が野口さんの解説の通りにこう見え始めてきてますんでね。そうですね、まあ、もちろん大分の2トップ吉田選手、アンドラジーニャっていうのは2人でも点数取れますけどもね、はい、確かに1対0で勝っている
5連勝中というのはカウンターで1人が張って待っていてその1人につながって1点入ってそのまま決まった試合というのもありましたしね。その意味ではさあディフェンスライン右サイド原崎がずっと中盤に吸収されています。その原崎は飛ばして前線へ繋がりません。アルディージャは徐々にその竹村を中心にブスタのミドルシュートもありましたし攻撃の幅を広げようという形跡見られそうな感じではありますが逆にどうでしょう、トリニータが1点を守ろうとしているような雰囲気も感じられますか。まだねチーム全体ではそういうのはないとは思うんですけども、ただ自然に体がそうなってしまうことがあるんですよね。非常に面白いなと思うのは1点取った直後トリニータの選手の動きが非常に良くなりましたよね、状況は変わっていないんですけど、ね、そうですね、あの流れがいい時間帯でもう1点取れればあのかなり大分楽に戦えたと思うんですけども、バルデスが打つか密集、あっとこれはファールどちらに取った、あっとバルデスのファールを取りました。主審の柏原さんです。ちょうどミキがバルデスの進行方向重なりましてバルデスに押されて倒されるような形になりました。このミキ選手も非常に1対1強いですからね、今のプレーです。ミキ、後ろからこう逆にバルデス選手が押したっていう感じでしたけどね、先ほどあの浮きがディフェンスラインに吸収される場面が多く見受けられるという話がありましたがこの時間帯の浮きとディフェンスラインのバランスはいかがでしょうか。少しやっぱりこうやって吸収もちろん2列目から上がっている選手を見ているというのはあると思うんですけども、まだちょっとディフェンスラインと近いですか。今もそう入ってますよね、ラインに。さあ抜け出しとって後ろからイエローカードでしょうか。5番の岡本龍吾にイエロー出ました。まあ、見ているとちょっと仕方のない感じだったんですけれども、まあ、ボールに行ってるような気がしますけどもね、まあ、これはもう主審のジャッジですので致し方がありません。岡本も少し悔しそうな表情を見せていますがイエローカードが出ました。今のは逆にディフェンスから言ったら最高にいい形でのボールの取り方だったと思うんですよね。その分、岡本選手が悔しかった表情だと思うんですけど、逆にあれで岡本はイエローをもらってしまうと今度は2枚目でレッドになってしまいますんでね。おっと有村が遠目から狙ってきました。クロスバーの上を越えています。今の有村のかなり遠目からの積極的なシュート何かこのチームの流れを変えたような意図というのを踏まえているんでしょうか。まずそうですね、あの少し守りに主勢になっているチーム全体をこう攻撃的にいきたいというところもあったと思いますし、キーパーが前に少し出てましたんでね、はい、そういったところでシュートを狙ったというのもあると思いますね。この有村は昨シーズンはサガン鳥栖におりまして今シーズンこの大分トリニータに移籍をしてまいりました。左の中盤そして後半は右のディフェンスに入っている原崎のスローイン。アルディジャボールになります。今日は小林監督がキックオフ直後から非常に大きな声を出してますね。やはり今日決めたいっていうのはあるんじゃないですかね。こういう言い方をしたら非常に失礼なんですがトリニータが毎年のこの職場争いの本当の本当の最後まで見てるとまだ何が起こるかわからないというところがやっぱりあるんでしょうね。そのあたりは多分小林監督もそうだと思うんですけども選手が一番分かってると思うんですよね。そうですか。だからそのあたりで今日の大分っていうのは集中力にここまで切らしてないですよね。だから決まるまでは本当にわからないっていうのは本当にどの選手も思ってることだと思いますね。はい、
しかもその他会場を気にせずに自分たちでサッカーで掴み取ろうという大分トリニータ、今のところ1点はリードしています。引き気味だという話はありますが、集中力は切れていない。切れてないですね。これはプレーのどのあたりを見て野口さんお感じになりますか。引いているところっていう感じですか。なるほど。選手がその集中力を切らしていない。やはりボールに対してプレッシャー早いですよね、アプローチ、はい、特にディフェンスの面でですよね。寄せですね、こういったあたりですね、はい、そうですね。前線から非常に寄せていきますね。吉田、金本、アンドラジーニャ、山根、このあたりが前線からのプレッシャー。伊藤です、浮かせた。コーナーキックになります。非常に最後のタッチどちらだったのかの際どいプレーだったんですが、アルディージャのコーナーを取りました。しかし大宮の攻撃は高いですからね。高さありますよね、はい、トリーニもこの場面は前線に上がってきている2番の奥の181センチも上がっています。さあどうでしょうか。逆サイド流れていくと、このチャンスは生かしきれませんでした。もったいないですね。これで2本目だと思うんですよね、フォアサイドまで行って流れたというのは、はい、先ほどそのゴール1点という、まあ、得点ではありますけれども、取る時間帯によってすごく意味が変わってくる、精神的に与える影響が大きいという話野口さんからありましたよね、はい、前半あの時間帯で1点を取られて、後半20分過ぎてきました。アルディージャの精神状態いかがでしょうか。アルディージャは今のところ後半になっていい形ができ始めてるんで、そんなに焦りもないと思うんですよね、でシュートまでもいけてますし、はい、特にアルディージャの方の精神面がどうのこうのってないと思うんですよね。逆にトリニータ勝てば昇格が決まるゲームです、はい、いかがでしょうか。この辺りは2つの思いがあると思うんですよね。2つですか、はいはい、まず昇格がもう目の前っていうところで早く終えたいっていうのも1つありますよね、はい、でこの1点を守りたいっていうのが2つ目ですよね。でそういった意味でこうやってディフェンシブに戦い始めてるのかなっていう気がするんですけども、昇格の思いが強い部分ではこの1点を大事にしたいっていうところだ、だと思うんですよね。野口さん、この1点を大事にいきすぎると何かまた起こるんじゃないかという話もありましたが、裏を返せばこのトリニータというチーム、今シーズンは1対0で勝ち続けてきた時期もあったというところで、精神は1点あればというふうな気持ちもどっかにあるんでしょうかね。ただね、プレッシャーのかかった中ですからね、何が起こるかわからないですからね。非常にその1点でもリードしてるじゃないかというふうに選手が思ってるか、まだ1点だと思ってるか、うん、1つのゴールですけども、11人のその気持ちの配分、面白いですね。いろんな意味合いがあると思うんですよね。先制ゴールの山根から2列目前線、アンドラジーニャエリアに入る。アンドラジーニャ右に流れていく。さあまだボールは生きています。アンドラジーニャキープキープしてふわっと浮かせた。浮きが左足遠めから。例えばこの1点をトリニータが守るにしても、あるいは小林監督が2点目を狙うにしても、どうでしょう、後半始まってこれまでの時間帯でどこかメンバーチェンジなどで修正を加えていくようなトリニータのポジションというのは見当たりませんか。いや、特にはないと思いますね、でこれがまた前線のプレッシャーが遅れたりとか、押し上げが遅れたりすると疲れから交代はあると思うんですけど、はい、このところ先ほど見る感じでもいいプレッシャーは前線からかけてますので、変えるとしたら一番変えやすいのは前線の選手だとは思うんですけども、まだしかし野口さんのおっしゃる通り集中力も切れていない、はい、ということですね。さあトリニータチャンスになっています。コーナーキック、アンドラジーニャまたショートを使ってきました。ショートコーナー、アンドラジーニャキープして、まだキープ、ここで上げてくる、ファーサイドに流れています。
セカンドボールを拾った吉田、山根、山根キープ、そして金本倒れたが、これはホイッスルありません。そしてアルディージャ、ウスタが大きく前線へ、カウンターなるかアルディージャ。仕方を見ていると1点大事にいきたいというところなのかなという雰囲気もありますけどもね、まあ、ボールを回しながら時間を使いたいというのもあると思うんですけど、はい、野口さん、はい、変化のところを見ましたね。そうですね、はい、1点を追いに行くチームですよね。どうしても先に動きたいというのがあると思うんですけど、伊藤明を下げます。そして23番金沢を入れてまいりました。この交代はどうご覧になりますか。左に比べて右サイド この伊藤選手の崩しというのが少しなくなってたんでね、その辺りの交代だと思いますね、はい。さあ西山、足を取られたがホイッスルはありません。これでアルディージャはホイッスルがありました。後半に入って金沢、竹村といわゆる左右の攻撃中盤を変えてまいりました。金沢選手はどちらかというとボランチのタイプの選手なんですね。ちょっと引き気味ですか。そうすると何か斉藤あたり、あるいはウスターあたり、真ん中のあたりのバランスに変化が出てきますでしょうか。どうですかね。金本とアンドラジーニが何か話をしている。ゴール前にはサンドロも上がっています。アンドラジーニが直接低いボールワンバウンド、キーパー安藤が抑えています。今のプレーです。このワンバウンドは意図的なものだったんでしょうか。低いシュートを狙ったと思いますけどね、さあ前線に抜け出せるパスになるか。キーパー&ボールこぼれている。左サイドから有村のクロス、キーパー&出ていった。アンドラジーナと競り合いました。アンドラジーナがフリーでしたから ね。そう、そのようですね、今ね。先ほどから右でのプレーが目立つような気がしますが、前線は黒崎です。黒崎一人でキープ、二人に挟まれた。三木と有村で潰しました。西山からアンドラジーと、アンドラジーでこのポジションはオフサイド。左右の攻撃から前線2枚を使っていけるかアルディージャ。すでに変化監督は2人を変えてまいりました。この有村がこの時間帯は攻撃に非常に参加してくる機会が多くなりましたね。そうですね、はい、これはアルディージャの右サイドに何か変化があったというふうに見た方がいいんでしょうか。まだそんなに影響はないと思うんですよね、有村選手に対して。ただ前のスペースがある分、自分が上がっていけるチャンスが増えたと思うんですけども、はい、
埼玉県営大宮公園サッカー場、5315人の入場者数が発表になっています。そしてどうやら大石さん、取りに行った木島が準備をしているようですよね。そうですね、やはり野口さんおっしゃったように帰るなら前線というところなんでしょうか、小林監督。その前線の2人の疲れみたいなものをお感じになりますか。どうですかね、まだこの状況の中ではそんなには感じないですけども、ただリフレッシュの選手を入れてこう流れを変えたいというのはあると思うんですよね。はい、静かなんで、はい、ここから15分ありそうな気がするんですよね。ちょっと今、静かになってますよね、両チームの印象が。あっと吉田を変えますね。アンドラジーニャを残します。吉田を変えて木島亮介。これはあの吉田が怪我で戦列を離れた時は木島がスタメンでしたよね。はい、その形がありましたので、当然木島チームの中にはヒットする実績も持っております。個人での打開もできますからね、ドリブルが得意な選手ですからね、はい、これはどうでしょう、個人的なそのプレースタイル特徴なども踏まえて吉田から木島に変わったことでトリニータ何かプラスアルファができるようになったことはあるんでしょうかね。やはりあの今こう奪ったボールを、アンドラジーニャ、そして今度は木島選手ですよね、はい、新しいフレッシュな選手、生きのいい選手を入れて、少ない人数で攻撃を仕掛けたいというのがあると思うんですけど、ね、はい、竹村義也にイエロー出ています。それからトリニータのベンチを見てみますと、野口さん、ファビーニョもちょっと用意をしているようですが、この時間帯に2人来ますかね、小林監督。小林監督は、あのこうやって前線を2人一気に変えるっていうのもシーズン中ありましたんでね、はい、これはどうでしょうか、立て続けに2人変えてくる、チーム内のバランス含めて。あのバランス自体は前線の2人なんでそんなに変わらないと思いますね。なるほどなるほど、攻撃の部分もディフェンスの部分も前線からより一層あの動き回って、相手の例えばマークを外したりとか、相手に対してプレッシャーをかけたいというのがあると思いますね。いわゆるまだまだスタミナが残っている2人が2トップになるわけですが、はい、プレッシャーもかけられれば相手を、トリッキーに攪乱する動きですよね。そうですね、はい、選手交代見てる限り小林監督は2点目行くぞというふうにピッチの選手に意思を伝えているような選手交代にも見受けられますけれどもね。おっとアンドラジーニャではなく先制ゴールを決めました山根に代えて、今10番のファビーニョをピッチに送りました小林監督。西山から2人が変わりました。大分トリニータ1点のリード、残り時間は11分少々。小林、右足のシュートは遠目から積極的に、これもウスタです。何かこの時間帯は両チームの決定的なチャンスというものがすごく少なくなっているように思うんですけれども、全体的に動きも少なくなってますよね。これはどうでしょうか、目に見えない何かが影響していますか。疲れは一つあると思うんですけども、はい、それ以前に両チーム特に大分の方はあんまりリスクを犯したくないという中で戦ってますよね。ファビーニョ元気十分、ヒールで流す有村がダイレクトで中に入れてくる。思
面白いアイデアですけどもね、木島選手最後打つことはできませんでした。何かこうやって見てくるとあのトリニータはアルディージャが静かなら自分たちも静かに、アルディージャが仕掛ければ自分たちも行くぞというふうな非常にこうデーンと構えている感じがありますね。そうですね。そして相手の状況、リアクション的なサッカーですよね、はい、こういったサッカーというのはやはり今シーズンのトリニータの特徴なんでしょうかね。まあ、もちろんカウンターの主体のチームでしたよね、今シーズンは。こういうリアクション主体のサッカーというのはチームの戦術としてはどうでしょうか。あの難しいものなんですかね。まあ、そこら辺はあのチームそして監督のスタイルによると思うんですけども、難しいことはないと思いますね、うん、ただその分やはりあの攻撃的な選手がちゃんと機能しないといけないというのと、やはりそれだけ組織を一人で打開できる選手がいないとできないと思うんですよね。きっちりと守る、引いている分だけゴールを決めるためには、おっとトニーニョと木島ちょっと熱くなっていますか。こういう一つの小競り合いから流れが大きく変わるっていうのはよくあるんで。ありますか。はい、大分としたら気をつけたいところですよね。トニーニョとしては186センチのトニーニョが165センチの木島にちょろちょろされたんで、ちょっとね時間帯も含めてややダツなところになるのかもしれませんけれども、薄田からのボールでした。ヘディングを叩きつけていきましたが、キーパー岡中の正面でした。また木島が前線行きます。有村左サイド、おっとホイッスルありません。トニーニョ、左サイド、竹村、ここまで下がっています。いい展開ですね。もう一度竹村もらって、自らクロスを上げていく。ゴール前ですね。バルですね。合いません。クロス戻します。薄田、そして斉藤を戻した前線に、逆に取りにいた金本、西山、ダイレクト、左サイド、ファビーニョ、西山体を入れ替えるが一旦戻す。そしてまた有村から長いボール。大分の方は3トップに変えてますよね。そうですね、ファミーニョは左から1枚加わって、真ん中がアンドラジーニャで右サイドが木島選手、ね、そうですね。参りました。今日はトリニータ引き分けか負けなら他会場、セレッソ、アルビレックス、あるいはフロンターレ、この成績以下でも昇格が決まるという41節。もちろんこのまま1対0トリニータがアルディージャを下しますと、自分たちの手で来シーズンの J1 をつかみ取るということになります。サッカー場、太陽が低くなってまいりました。選手の影が伸びてまいりました。こういったところも集中してますね、大分は。集中力が切れていません。何かこう試合が静かになったのかなというふうに印象もある側面では受けるんですけど、やはりその今シーズン1対0で勝ち続けてきた大分トリニータの、まあ、横綱相撲といいますか、そういったおっと左足のオーダー、際どいプレー。大宮公園サッカー場、
トリニータのファンからもアルディージャのファンからもおーっという歓声、そしてアルディージャファンはため息に変わっていきました。竹村のプレーでした。いいシュートでしたけどもね、はい、この影が長くなってまいりまして試合終了が近いことを感じさせます。太陽がだいぶ低くなってまいりました。大分の方は小林監督が言ってたように、日差しを気にする部分あると思うんですよね、はい、ロングボールに対してやはりどの選手も多少日差しを気にしながらクリアになると思うんでね、その辺は声を出しながら気をつけたいところだと思うんですよね。野口さん、そのあと取りに行った動きます。いよいよアンドラジーニャ交代ですね。これで3枚目のカードを切るということになりますが、アンドラジーニャを出して高松を入れてまいりました。これでトリニータは3枚のカードを切りました。いずれも前線ですね。そうですね、はい、ここまで完璧に崩されたっていうのはないですから、あまりこうディフェンスラインをいじくりたくないと思うんですよね、はい、どうでしょう野口さん、残り時間を考えてトリニータ選手交代で前線には体力が十分残っている選手が3人残りました、はい、1対0のリード、このまま自分たちの手で昇格が手に入れられますでしょうかね。西山、だいぶその昇格の可能性というのは高くなってきましたね。高くなってきた。さあこのまま1対0なら自分たちに自分たちの手で掴む高井城は関係なくなるという展開が続いておりますが、高井城の途中経過です。野口さん、セレッソは6点も入りましたね。いやすごい反撃力ですよね、はい、そしてアルビレックスも今のところまだどちらに転ぶか分からないという2対2、後半立ち上がりは2対0 2点のビハインドだったアルビレックスも追いついています。おっとキーパー安藤出ていますが、ここは冷静に処理をいたしました。木島が安藤よりも勝れば決定的なチャンスというところでしたが、どうでしょう、残り時間と選手の集中力と1対0というスコア、高井城の結果は関係なくトリニータが掴み取るというふうな可能性が徐々に大きくなってますかね。そうですね、一人一人の足の動きっていうのはありますんでね、はい、こうやって前線からも追えますからね。残り時間は手元の時計2分を切ってまいりました。96年に JFL に昇格しました大分トリニータ、3年後99年に J2 昇格を果たしております。そしてこの昇格年に99年 J2 で3位、2000年に3位、そして昨シーズン最終節まで昇格争いをして6位、この3年間はいずれも昇格争いに絡んでまいりました大分トリニータ。1990年2000年は最終節引き分けでも J1 昇格という条件で勝ち点1の差で昇格を逃してまいりました。そして昨シーズン90分勝ち、そしてベガルタとモンティディオが敗退であれば J1 昇格で迎えた最終日、自分たちが90分で勝てませんでした。3年間いずれも昇格争いをしながら J1 昇格をまだ達成していない大分トリニータ、残り時間手元の時計で1分を切ってまいりました。いよいよ4度目の正直なるか、ホーム大宮アルディージャ1点追いつくことができるか。トリニータ、今シーズンは1対0の完封ゲームが5試合続いた時もありました。この得意のパターンにすでに持ち込んでいるんでしょうか。昨シーズン途中石崎監督から小林慎二監督へ采配が移りました。その小林監督2シーズン目にして
いよいよトリニータ昇格か。手元の時計は90分を超えた。ロスタイムは2分の表示。いよいよロスタイムまで来ましたね。大分も野口さん、今の時間帯の選手の心理状態考えてどうでしょうか。まだ動きはいけますでしょうかね。まあ、もう選手自体はもうノーリスクで時間をうまく使いたいというのがあると思いますね。もうどんどんクリアを大きく、そして足を動かして、はい、アプローチを早くというのがあると思いますけども、この1点でいよいよトリニータが運命を変えるか、それともホームでこのJ1 昇格をアルディージャンが阻止できるか。ロスタイムは2分。前線へ送ります。そしてゴール前、どうだ、振り向いて打てるか。打ち切れません。このあたりもトリニータの集中力でしょうかね。そうですね。采配を取り始めてから2年目、昨シーズンの途中でこのトリニータの監督に代わりました小林慎二監督。石崎監督の352から442にシステムを変更して、そして左足のシュート、岡中好セーブ。ベテランの岡中抑えた。竹村のシュートでした。いや、斉藤選手ですね。斉藤のシュートですね。いや、よく反応しましたね今ね。決定的なチャンス、アルディージャ。そしてコーナーです。さあ、アルディージャが追いつけるか。ウスタが送るゴール前、直接行った左足、まだボールは生きている。飛び越えてゴール前に送る。さあ右足か、切り返した。そして流した。ここからゴール前に送っていく。ヘディングのシュート、マウスに飛びません。そして今ロスタイム2分が超えた。小林監督、これまで最終節までもつれてきた、そしてブロンズホルダーという異名を取ってしまったトリニータをいよいよ4年目にして J1 昇格に決めることができるんでしょうか。いや、監督も含めて気合入ってますけれども、ここで長いホイッスルがありました。大分トリニータ J1 昇格を決めました。フロント監督は抱き合って喜んでいます。いやー、野口さん、はい、何か我々もこれまでのトリニータの昇格争いを見ていただけに、今のホイッスル聞くまではね、うん、最後までこう足ができなかったと思うんですけども、ね、小林慎二監督が4度目の挑戦で大分トリニータを J1 昇格に導きました。いや、まずは野口さん、この試合から振り返っていただきたいと思います。非常にプレッシャーがかかる、まずは先制点を持つ意味が非常に大きいという話もありましたよね。はい、その中で先制点を取れたというのは非常に大きかったと思うんですよね。でなんといっても、金中選手の1対1を止めたプレーというのがこの試合大きく左右したと思うんですよね。あそこで1点取られるのと取られないのでは大きな違いがありますのでね。前半岡中の好セーブ連発もありましたが、その最後終了間際でのまた今斉藤の、ね、決定的な好セーブ、はい、やはり守護神岡中選手のプレーというのは本当に今日光ってましたね。こうやって振り返ってみますとどうでしょう、1対0で勝ってきたトリニータもそうですけど、完封、そして失点も今シーズンここまでは12チーム中で一番少ない、うん、キーパーの岡中からディフェンスを中心に前線までというトリニータの戦いが身を結んだということなんでしょうか。うん、本当そう思いますね。最後の最後も前線の選手が足も止まらず守備もしてましたしね、全体的にこの1対0の戦い方を熟知してましたよね。大分から駆けつけましたトリニータのサポーター、大喜び。でも本当選手、サポーター、そしてチーム関係者におめでとうと言いたいですね。そうですね。さあ、それでは大分トリニータ小林慎二監督のインタビューです。目に光るものもありました。どんなことを伝えてくれるんでしょうか。それでは勝ちまして J1 昇格を決めました大分トリニータ小林慎二監督にお話を伺います。まずはおめでとうございます。はい、どうも本当にありがとうございます。監督の涙が全てを今のお気持ち物語っていると思いますが。そうですね、よくね、今シーズンやってくれたと思います。でワールドカップ以降ね、たくさんの応援、ファンの応援の力があってね、こういう
いいサッカーができるようになりました。特に、失点をしないというチームで打ち上げてきたのが今日の 1-0 のゲームも、できたというのをすごく嬉しく思っています。監督、今日の試合前、選手たちにはどんなことを伝えられましたか？もうこういう状況になるっていうのはみんな分かってるわけですね。だから44ゲームのうちの1ゲームだということで、自分たちがやることをしっかりやろう、で勝てば描いてることがやってくると、とにかく大宮を勝ってまず勝ち越しをするということに、集中しようというふうな話をしました。前半の山根選手の得点の瞬間、監督の表情はゴロリとかありましたが。そうですね、やっぱり、大宮さんのポジションが高いもんですから、ボールをキープされる時間が長くて随分苦しみました。右サイドからね、鉄平がよく切り込んでくれて、山根がうまく、ゴールしてくれたと思います。鉄平の仕事がね、良かったと思います、ね。はい、今日ほとんど監督はベンチに座ることなく、選手に声を出していましたが。そうですね、座って状況が見れればいいんですけど、ちょっとそういう余裕がないことと、ちょっとグラウンドより低いんですよね。だから見づらいもんで、立たせてもらって、状況を見るようにしました。見事、自分たちの手で昇格を決めたわけですが、選手たちにはどんなことを言ってあげたいですか？まずさっき言ったようにね、硬いチームで行くんだということがやっぱり最後まで今日の勝ち取る時にも出た、 1-0 のゲームができたということと、1シーズンを通じてやっぱりフィジカルを上げていくっていうのを選手が積極的にやってくれたことが、夏過ぎて9月10月というところで、力が出ていったということです。そういうふうに日頃の練習をね、大事にしてくれた選手にはすごく感謝をしています。そして皆さんと一緒に戦ってきたサポーター、今日ねスタンドにもたくさん来て、 そしてテレビの前でも応援していると思います。メッセージをお願いします。はい、毎回毎回ね、たくさんの応援ありがとうございます。今日もアウェイということであったんだけど、素晴らしいサポーターの力で1-0で踏ん張ることができました。本当にありがとうございました。おめでとうございました。まずは監督のインタビューをお送りしました。じゃあ続いてはチームの守護神、ゴールキーパー岡中隼人選手です。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを。いや、率直に嬉しいですね。こうやって応援してくださる方がいっぱいいて、でやっぱり何よりも大分で待ってくれてる、この結果を待ってくれてる人たちがたくさんいるんで、その人たちのためにも僕たちはやっぱり勝たなきゃいけないなっていう気持ちで今日はやりました。岡中選手は今シーズン全試合に出場されてきました。そうですね、おかげさまで体調の方も良くて、やっぱりキーパーコーチの方でうまく調整してくれてるんで、僕自身は本当にピッチに立つだけっていう感じで、今年はやらせてもらいました。昇格を意識し始めたのはどのあたりですか？そうですね、新潟に勝ったあたりですかね。でもみんなで44試合のうちの1試合だということで、第4クールはトーナメントの気持ちでやってたんで、結果こうなってすごく良かったなと思います。岡中選手は個人的にもチームと一緒にもう一度 J1 でということもあると思います。そうですね、これで J1 で J1 のチームと戦える挑戦権を得たわけなんで、今からの試合も来年に向けてしっかり戦って、今年は終わりたいなと思いますけどね。では最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、お待ちどうさまでした。なんとか試合に勝つことができました。皆さんのおかげで、こうやって僕たちもグラウンドに立てて本当に幸せです。今日は本当に皆さんで、喜んでください。どうもありがとうございました。岡中選手でした。おめでとうございました。さあ続いてはキャプテン浮哲郎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。もう言葉もないというところでしょうか。そうですね、はい。今日はどんなお気持ちで試合に臨まれましたか？やっぱり、昇格がかかってたんですけども、そういう結果云々より、44分の1ということで、普段通りの、僕たちのサッカーをやっていこうと。で90分終わった時に、そこについてきた結果、みんなで喜び合おうと、
そういう気持ちで今日は臨みました。